これから第三部に移りたいと思います。ここからは司会をバトンタッチしてまいります。え第三部司会の中村昭正先生が登場されます。さあこの中村先生なんですが、拍手お願いいたします。 えー、愛媛県熊高原町にある熊高原天体観測館で働いていらっしゃいましてこれまでになんと100個以上の小惑星を発見されているすごい先生なんです、えー、今日はそんな中村先生と天体少年だった由井さんと一緒にこの星空観察を楽しんでくださいそれではお願いいたしますはい、えー、皆さんこんばんは 熊高原町から参りました中村昭政と申します町営の熊高原天体観測館というところでま来られた方に星のことを解説をする仕事をしています今日第1部第2部と 良い、えー、宇宙飛行士の大変面白い話を聞かせてもらいまして、えー、私も先ほどまで会長の中で家族と一緒に楽しんでいたんですが、まあ、一転今度はこちらの方でまあ司会進行ということで3、えー、部のトークショーの担当をさせていただくことになりました、えーまあ、一部2部とは違う視点で、えー、一天文ファン、まあ、愛媛の星月代表として由、まあ、イさんにいろんな質問をぶつけたり、えー、星についての話をしてみたいと思います、えー、そうなんです あの美しいお姉さん行っちゃうのという人いるかもしれません。残念ながらこれから25分間、えー、中年2人のトークをお楽しみください。えー、それではユウさん準備できましたでしょうか。えー、これからもう三回目の登場になりますけども、えー、再び良い、えー、宇宙飛行士を、えー、この団長にお迎えしたいと思います。では私にいただきました拍手と同じくらい元い私の拍手よりもっと大きな拍手でお迎えください。では良い,い宇宙飛行士どうぞ。 こんにちはああこんばんはですね改めましてこんばんはよろしくお願いしますはい、えー。今日はあの星空トークショーということで、えー、まあ、暗い時間に星を見ながら、えー、星空の話をしたいということで、えー、この時間を選んでいただいたんですがさあ皆さん上を見上げてください星は見えますか <laughs> 見えないね今日曇ってるんですよね、えー、天気予報では木、えー、雲の方がだんだん取れてくるかなと思っていたんですが、えー、残念ながら今は曇っておりまして、えー、星を見ることができない状態になっておりますなん、えー、で曇ってるんでしょう誰か行い悪い人いるんじゃないですかこの中にまた夏休みの宿題が終わってないのに来た人はいませんか大丈夫ですいるね <laughs> はい大丈夫ですこれが終わったと間に合いますからね、えー、今日はゆいさんのお話を楽しんで宿題を頑張る以上の成果を持って描いて欲しいいいしと思いま,すまあこんなこともあろうかと思いまして、えー、今日ご紹介するはずだった、えー、星の、えー、画像ですとか、えー、あるいは、まあ、コンピューターで代わりに描いた絵なんかを持ってきておりますので、えー、そういったものを見ながらまずはちょっと夏の星のことをご紹介したいと思います。えー、最初にですね はいえー、と絵が出ましたこれはパソコンで描いた絵になるんですけども、えーまあ、星空星座を探すとなりますと一番最初やはり目印になるような、えー、明るくて目立つ星を見つけておくというのが鉄則になります。でこの時間ですと、えー、東の空ですねこっちの方向の高いところに目を向けると今日はこんな星空が見えますっていう絵を描いてきました。えー、この中にです、ね、明るい星が3つあります 夏の星座探しのまずスタート地点になる明るい3つの星小学校の4年生で習うんですけども誰か知ってますかはいはい答え出ました夏の大三角ですね時々大人の人は夏の大三角形って言うんですがまあ普通は夏の大三角ですねじゃあどれか分かりますか3つ三角形になってるんですけどねはい分かりますでしょうか いなですね真ん中より上の方にある一番明るいのがことざのベガという星、えー、そしてその右下の方にあるのが、えー、アルタイルという星ですね鷲座の星、えー、その左の方にあるのがあ出ます、ね、白鳥座のデネプという星この3つが夏の大三角ですねこれを見つけることで星座探しがスタートしますでこの中で、えー、ベガが、えー、日本では織姫星と呼んでる星ですね えそしてアルタイルが彦星になります大三角という三つの星のグループの中にペアになっている織姫と彦星が含まれてるんですがなんでかというと夏の空で一番明るいのがベガなんですね二番がアルタイルです昔の人はこの二つを見て明るい二つをペアとして選んだ七夕の星として選んだわけですねまあ、こういった星が見えてるわけですけどもさあゆいさん、えー、と今夏の えー、星空あるいは夏の大三角なんかにまつわる思い出とかもしありましたらお話いただけますか。あ、そうですね。やっぱり私もあの星には興味ありましたし、この夏の大三角はもういつでも夏仕事をしながら夜,夜中の十二時ぐらいから起きて仕事をしないといけないので、そういう時にまあ時間があった時に見ながら、えー、仕事をしていましたね。あとはあの大西飛行士が実はあの今年宇宙に行ったのは七夕の日だったので、そういった意味でもこの二つの星に関わるような日に行きましたから、まあそういった意味でもひ 非常にあの心に残ってます。すごい奇遇ですよね。はい、はい、えー、私も実はちょっと思い出がありまして、紹介させてもらいますと。とえー、私が中学校3年生の頃、もうずっと昔なんですが、この白鳥座デネムのあるすぐ近くにですね。申請が出たんですね。新しい星です。しかもとても明るくて目が目で見える星だったので、誰でも発見できるチャンスがあったんですが、私その晩晴れてまして、星空この白鳥座見てました。 ででも気づかなかなったんですねところが同じ番に近くで見ていた同じ県内の高校生がその神聖を世界で初めて発見しましまた次の日新聞見てすごく悔しい思いをしたそんな思い出が残っています。えー、まあ夏の大三角がそのスタートになるんですけども実は今年は夏の大三角が一番明るいかと言いますと違うんですね。えー、別の方向にもっと明るい星が見えてます 今日もし晴れていましたら、えー、フェリーターミナルの方向ですねこちらの方に、えー、晴れ間はありませんがね夏の大三角よりももっと明るい星が実は2つ見えてるんですじゃあ、えー、見えそうにないのでちょっと絵の方を出してもらいますと、えー、これが南,西南から南西方向の様子を描いた絵なんですが真ん中あたりにですねごちゃごちゃっと星が3つほど明るく描いてあります。 あのうち一番上,に書いて上の方に書いてある明るい星が実は土星なんですねありがとうリアクション <laughs> そしてそのすぐ下にも同じくらい明るい星が書いてありますちょっと赤っぽく色をつけていましたということは、はい、火星素晴らしいですね実は今今年限定で今 男性の方サソリ座方向に土星星と火星が並んで光ってるんですねですから夜空を見渡して明かりをしないかなと思うと一番に目につくのは実は今年に関しては夏の大三角ではなくて火星と土星になってます。 ちょっと変わっった年になるんですねちょっとこの2つどんな星か紹介しましょうねまず土星の絵これなんですけどもこれは天体観測館で撮ったものですが土星輪っかのある星ですね UFO みたいですけどもこの輪っかは氷の粒でできていますたくさんの氷が土星の周りを回ってるんですね。ここれは、はい、これはは アップル宇宙望遠鏡という NASA が打ち上げた宇宙を飛んでる巨大望遠鏡で撮った土星ですすっごいよく映ってますよね輪っかの中にある黒い筋あれは氷がないところが映ってるんですけども土星というのはこんな姿をしていますでも今日は土星が主役ではありません火星です火星は5月に地球に近づいたのでもうちょっと遠くなったんですがまだ今でも明るく見えてるんですね火星は ここんな姿してますすれはの天文台でで撮ったものです赤っぽい色をしているんですけどもその中にちょっと黒っぽい部分がありますよね地上の望遠鏡だとこんな風に見えるんですがこれハッブル宇宙望遠鏡で拡大するとこんなになってますこれ今年の5月に撮られた最新の画像なんですが白いのがたくさんありますよね上の方が南北極ですね下が南極その霜が見えてます右の方が白いのは霧です えー、火星にはほんの少し空気があるんですね、えー。そこで霜が降りたり霧が出たりします。火星こういった星なんですね。で、火星はですね惑星の中では結構近いです、えー。ロケットで行くことができます。まだ誰も行ってないんですけどね。でも計画としては、えー、NASA は火星に人を送ろうとしています。今そのためにいろんな実験をしたり準備をしたりしてるんですけども。 今のところです、ね、日本人は行けそうにないんですがでもお、えー、ユニさんもし行けるとしたらどうでしょう火星、行ってみたいですか。これ、火星非常に厳しい環境なんですけども例えば国際宇宙ステーションさっきご紹介ありましたね6時間で行ける3時間で帰ってくれる近いですよね月まで行ってもまあ3日で帰ってくれますところが火星までは半年かかるんですね何かあっても半年か半年帰ってこれない厳しい世界。 じゃあもし火星に行くとどんな世界か。ちょっと次の写真見てください。火星こんな世界なんですね。えー、空気ほとんどありません。水もありません。えー、全部錆びた砂で覆われた岩石砂漠です。えー、とてもこれジャガイモなんか育ちそうにないですよね。これでもやっぱり行ってみたいでしょうか、うん。<laughs> 私は行ってみたいですけどね。素晴らしいですね。<laughs> はいえー、と皆さんもぜひ見習ってくださいねこの、えー、誰も行ったことがないところやっぱりそれでも行ってみたいというのは宇宙飛行士違うなと思いますよね、えー、今年まあ目では火星は本当に点なんですけども、えー、赤い姿見ることができます今日は曇ってますけどもまだしばらくは、えー、南西の空に見えてますので、えー、今度は晴れてましたらぜひあの皆さんのご自分の目で、えー、ご覧になってみてください、えー、ロケットを使いますと、まあ、半年で行ける星があそこにあるんだよと思うと、えー、ちょっと星空が身近に感じられるかも 知れませんよ、ね、でこういったまあ明るい星、えー、火星同星よりももっと明るく見える星がありますそれは何かというと国際宇宙ステーションです実は ISS っていうのは目で見えるっていう紹介さっきあったんですが簡単にすごく明るく見える時があるんですね。 毎日は見えませんで見える期間がまあ大体1週間ぐらい続いてそれからしばらく見えなくってまた見えてきたりっていうのを繰り返すんですが、えー、実はなんとですね昨日まで見えてました約10日間昨日も見えました今日は見えない日です今日からしばらく見えないんですね残念ながらでこの ISS が見えるかどうかっていうのは、えー、何で決まるかというとあここはですねせっかく結衣さん来てらっしゃいますのできっと結衣さんは 実際に行かれたのに加えて地上からこの ISS をご自分でご覧になった経験があるに違いありませんので、まあ、どんなふうに見えるのか。 ちょっと紹介していただけますか、はい、あの宇宙ステーションはです、ね、本当に明るくてで結構なスピードで、ね、動いていくのであのもし何も知らない人がいたら UFO かと思っちゃうんじゃないかと思うんですけれどもその軌道の様子というのは実はホームページで紹介されているのでぜひ調べてみていただきたいと思います。でその見える条件というのは実はその軌道の条件なんかにも関わっていまして、えー、国際宇宙ステーションが見えるためには国際宇宙ステーションにあの太陽の光が当たってないといけないんですよね。 で地上についてはやっぱり星が見えるような夜でないといけないので実はです、ね、あの国際宇宙ステーションは地球よりもかなり高いところにありますから地球上の地面はです、ね、まだ夜、夕方なのに宇宙ステーションにだけ日が当たっているという条件ができる時があります。そういういときにはよく見ることができますね、はい 例えばインターネットを使われている方は、えー、希望を見ようというふうに検索しますと、えー、JAXA が用意してくれているホームページがありますのでそこで松山辺りをクリックしますと見えるかどうかを簡単にチェックすることができます。 で実はこの写真はです、ね、その動いていく宇宙ステーションを私の自宅のベランダから撮ったものです上の方にこうに横筋がずっと通っていますねこれカメラのシャッターを1分間開けっぱなしにして撮った宇宙ステーションの写真ですこの撮ったとき実はここに誰かいたんですがそれは若田光一宇宙飛行士 それがちょうど若田さんが小判打をしている時にいいとこを通ったもんですから写真を撮ってみましたカメラを持ちの方はこうやって簡単に写真も撮ることができるんですねさらに望遠鏡を持ちの方は望遠鏡にカメラをつけて ISS を撮りますとこんなふうに写りますちょっと形がなんとなく分かりますよね一眼レフのカメラを望遠鏡につけてこれは高速の電車を押して なんとか一コマ映ったんですがこの写真撮ったのが昨年の12月の7日ですきっとこれはこの日にちはユイさんに言うとおっと思われると思うんですがそうですねあの私の帰還ののはすぐそばというかですねはい 4日前くらいですよねこの写真の中にユイさんがいるんですねいやでもこれすごくよく撮れてますね記念に私がいただきたいぐらいですけれどこんなふうに宇宙ステーションというのは地上から目でも見えますし望遠鏡を使うとかろうじて形まで分かってしまうんですね大きな人工衛星ですからねということはこちらから見えるということは向こうからも当然地上が見えるんですがじゃあ今、えー、宇宙ステーションに乗っている大西宇宙飛行士は 今地上がどんんんななうにに見えてるんだろう気になりませんかそれを再現してくれるサイトがあるのでちょっとその様子を見てもらいますね。これ実はリアルタイム今の状態を計算して宇宙ステーションがどこを飛んでるかを書いてくれているものです。右上の方に地球が映ってると思うんですが今どこを飛んでるかちょっと私目が悪くて見えないんですが今どこ飛んでますか ヨーロッパを過ぎたぐらいですかねヨーロッパを飛んでいて、はい、えと宇宙ステーションこれはあの、太陽電池パネルがありますけどもこれが太陽の方を向くように動いていますけどもそこも計算して書いていますのでちゃんと太陽の方を向いている様子まで再現しています、えー、しかもこれあのマウスでクリックしますといろんな向きから宇宙ステーションの様子を見ることができるというサイトなので、えー、そこまではできますかね、ぐっとつまんでもらうと動くんですけども、はい、ち地球の様子とかですね 宇宙ステーションのアップとかですね今、希望に日が当たっているかどうかとかこういったことまで見れますのでまずあのおうちにインターネット環境のある方はちょっとこれをえ探して、うん、ヘブンズアバブというサイトなんですがちょっと英語なんですけどね、えー、再現してみてもらいますと今、宇宙飛行士として宇宙を飛んでいる大西さんの気分になるんじゃないかと思いますこれは非常に素晴らしい、ね、ですよね、はい、私も思い出してしまいます、私が飛んでいるような気になってしまいますけど。 こんなふうに宇宙ステーションというのは地上からも見えますし上からもこんなふうに見ることができるところなんですね。さてここまではちょっと宇宙ステーションのことだったんですけどもちょっとここでせっかく私が来たんですから天文ファンとしてのユイさんにいろんなお話を聞いてみたいと思うんですが、はい、まずはやっぱりその 天体少年だったということで、はい、まあそのきっかけですとか、はい、先ほど少しあの紹介していただきましたけども、はい、まあそれも含めて星好きになられた頃のことを少しご紹介いただけますか、はい、やっぱりあの星を見るのはあの綺麗な星を見るっていうのは本当にあのすごい私にとってその好奇心をくすぐられるような経験でしてでやっぱりあの小学校3年生ぐらいの時に星に興味を持ち始めてそして天体望遠鏡を買ってもらって宇宙を見るようになりましたね。 そんな中でやっぱり月であるとかあるいは土星であるとかそういう星を見た時に本当にきれいだなとでああいうところに行ってみたいなっていうふうに思うようになりましたねあとはあのちょっと、えー、まあちょっと話が変わるんですけど私自身あの小惑星を見つけると自分の,あの名前をつけることができるっていうのを、うん、その頃知りましてなんとかしてその小惑星を見つけてみたいななんていうことも思ってました。そういういことで、ね、あの今 中村さんは、先生はもうたくさんの小惑星を見つけておられるので、まあ、なんか本当にそういった意味でも尊敬していますけど、私もそういうのを見つけるのも一つの夢でありましたから、はい、すはい、ありがとうございます。 えとじゃあ例えば、ですねその好きの特,特に好きな星とかでですすすねねそそうういったものは何かかありま月、土星のほかには今、本当に好きな星というのはあのオリオン座のベテルギウスという星がありまして、はい、あの赤くてですねもうお年寄りの,年あの星なんですけれどもあのそれでもすごく明るく輝いていて、まあ、あの年を取るごとにどんどん輝きを増すような星でありたいなということで、えー、ベテルギウスが好きです、はい、<laughs> そんな理由で好きというのはなかなか聞けなくないですけど、えー <laughs> はい、面白い理由ですよね。はい <laughs> はいえー、私の方はですね実はあの、まあ、もちろん見てきれいな星も好きなんですけども水、えー、星ほうき星なんですが彗星とかあるいは小惑星といった天体にかなり光ります。えー、なぜかといいますとこういった小さい天体っていうのは、えー、私たちの地球とか太陽ができた時に一緒に生まれたんですが。 小さいためにこう一緒に固まらなかったので、熱を受けてない。昔のままの状態を保っているんですね。なので、その彗星や小惑星を知るってことは昔の地球の状態を知ることになる。つまり、私たちの起源を知ることに繋がるもんですからこういった星すごく興味があります。ましかも、彗星も小惑星も新しいものを見つけるチャンスがあって、彗星は見つけると見つけた人の名前がつきます。 そして小惑星は、今、ユ生さんおっしゃいましたけど、名前をつけるることができるんできんすねそういえば、JAXA の宇宙飛行士、はい、名前を私がつけたことがありますよ、ね、あのそうですよね、大西飛行士、今、宇宙に行ってますけれども、えー、と大西さんの名前がついた、えーまあ、小惑星もありまして、それも先生が見つけられたあの小惑星なんですよね。 はい、そうですね。えっ、ー、とまあ、主に私愛媛県ゆかりの名前をつけていまして。まあ、例えば南陽限定で言いますと。とまあ、地名だとですね。佐田岬とかですね。なめとことかはですね。そういった名前をつけています。えー、まあ、八幡浜ゆかりの人名ですと中八って星もあるんですよ。それから八幡は名産で言いますと。 私の大好きなジャコテンって星もあったりするんですが <laughs> まあこういった愛媛県ゆかりの名前をつけてるんであの大西宇宙飛行士実はお父さんが愛媛県出身なんですねそこでぜひ宇宙飛行士の名前をつけたいと私も思っていたのでこれはチャンスと大西さんが選ばれた時に名前をつけていいですかとお聞きをしましてえつけさせていただきましたでえ実はですねその時に間に入ってくださったジャクサの方がですねまあ私の大学の先輩なんですが いやいや中村君一緒に宇宙飛行士に選ばれたユイ君も大の天文ファンなんだよぜひつけてやってくれと言われてたんですが残念ながらユイさんって愛媛とゆかりがなかったんですよねそうですそ<れ>で全然関係がません今までつけずにずっといたんですがえ実はですねちょっと今日サプライズ持ってきたんですがえこちらプレゼントに持ってきたんですがはいぜひどうぞあそうなんですかちょっと中に写真が入っているんですがはいその写真の右下に、えー 何か書いてありますので何て書いてありますか君がゆいと書いてあります、はい、あ<や>これですねい<や>はいあすいませんどうもあ <laughs> すごく光栄です <laughs> 本当にあの全くお知らせしてなかったんですが実はあの愛媛県に来られると聞きましておゆかりができたということで君 <laughs>、えー、は良いという名前の星、えー、と実は6月にです、ね、この話が決まったので申請をしましてで早ければ実は、えー、今月登録のはずだったんですが、はい、あの実はこれ審査しているのはアメリカなんですねアメリカ夏休みになると仕事が止まるんですね <laughs> まだ審査が終わっていませんのでまだこれ公式ではないんですが、えー、これまでまあ宇宙飛行士の名前が 却下された例はありませんので近々必ず公認の名前になると思いますので一話早いんですが,がうすこうしてつけさせていただきますどうもありがとうございますもう本当に私のねこう自分で見つけて自分の名前をつけるというのが本当にあの夢だったのでそれをあの叶えていただきまして本当にありがとうございますあ、はいえ私の方も光栄ですはいもうこれからも愛媛県のために頑張っていきたいなというふうに思いますので <laughs> よろしくお願いしますはい。 <laughs> えと実はちょっとあのここで,です、ねえー、宇宙ステーションからの天体観測のことも紹介していきたいと大丈夫ですか、時間、私もゆいさんもあの星の話になると止まらな,なんですけどせっかくですからね宇宙,宇宙ステーションでは先ほどの紹介あったように、まあ、新薬の開発ですとかそれも無重力という環境を使った仕事をたくさんされているんですが、まあ、空気がないというその宇宙空間を使った観測もされているわけですね、えー。そういった観測と は別に実際にユイさん天体ファンとして、あのキューポラという窓から宇宙を眺めた経験がおありということで、そこから見る星空のことを少し皆さんに紹介していただけますか？はい、そうですね。まあ、今こちらはあのその写真を撮っている様子です。けれども、本当にあの？ 空があと地球とあとは星が非常にきれいに見えまして、まあ本当に完璧な,なんですかね観測所という感じでしたねで先ほども言われた通りあり星が瞬かないので地上と違って本当に地上と違って宇宙から見る星っていうのはきれいですね、はい、でこれはあの私が撮った「お月様」ですけれどもお月様も非常にきれいで、えー、これはあのお月様と金星ですかね一緒に近づいた時あとは昇ってくる月であるとかこういうのを撮らせていただきました あとこれはもう満点に広がる星ですけどもあとオーロラも見えてますねこういうのがいつでも見れるとこちらは南半球でしか見えない南十字であるとかこちらに一番太陽に一番近い恒星系のアルファ,アルファケンタウリとかが写っているという写真ですあの宇宙でなんで星の写真があんまりないんですかっていう質問をよく受けたんですけどそれは多分あまり興味がない人が宇宙に来たからで私のように興味がある人はこんな写真ばっかり撮ってましたので、はい、そうですね まあこれもその星の一つですね。で月が昇ってくる様子であるとか、あるいはひあの太陽が昇ってくる様子なんかも撮って、これもオーロラですね。はい非常に綺麗でした。はい。あ素晴らしい写真ですよね。もうこれだけこの写真だけ見ながら一時間ぐらいゆっくりお話し聞きたい気もしますけどね。<laughs> はい残念なら。<laughs> 止まらなくなっちゃうと思いますけどね。はいちょっと残念ですけどね。 はいえー、とそのほかにその天体観測実際にその研究として、えーそのえー、希望の,そのバックロブを使った宇宙に出ているところを使った観測もされているわけですけども、まあ、先ほどダークマターのことをちょっとご紹介いただけましたけれども、はい、そういった観測をダークマターというのは、まあ、聞いている人はどうかからない,いるかどうかわからないんですけれどもやっぱりあの宇宙天文学の世界ではもう最大の謎の一つでして、えー、星の動きを観測していると見えている星 以外にも何かも,あの、ね、ものがないとその動きが説明できないというところから始まってましてその痕跡をつかもうということですねそれを今この宇宙ステーションで船外のところにその特別な装置をつけて電子線であるとかガンマ線を観測して、まあ、ダークマターを探そうというふうにしてます。はい なんか観測装置にユニークな名前がついていると聞きました。そうですね。キャレットと言うんですけど、<laughs> 私なんかキャレットっていう聞くとなんか女の子みたいでキャレットちゃんってちっと上で呼んで女の子みたいにあの可愛がってましたけれども、はい。それにあの他にも実はあの X 線を観測するマキシーという、えー、まあ。 その装置もありましてこれは前転を X 線を観測するということでやっぱりこれもねあの X 線の新星なんかを発見をして非常に大きな成果を出してるんですけどマキシはやんとなく私が聞くと男の子みたいなんでマキシ君と呼んでいましたけれどもだからマキシ君とキャレットちゃんが宇宙を観測してやっぱりノーベル賞級のね成果が出るといいなというふうに思ってます。はい はいえー、とまあ皆さんもちょっとなかなか天文学難しかったり地味だったりしますのであまりニュースにならないかもしれないんですが、まあ、ぜひまああのマキシ君とキャレットちゃん応援してあげてくださいい、ね、ぜひよろししくお願いします、はい、私の子供みたいな感じで <laughs> 可愛がってますので。はいはい ちょっともう後半になってきたんですけどもちょっとここで1つ質問してみたいことがありまして、はい、と言いますのは私知り合いにですね宇宙飛行士の試験を受けて落ちた人間が3人もいるんですね、はい、であの彼らも非常に素晴らしい能力の持ち主なんですがそういった人たちの中から選ばれて宇宙飛行士になるってすごく大変なことだと思うんですね、はい、まあ皆さんも多分簡単に想像できると思うんですがしかもその候補になった後で長い訓練を積んでようやく宇宙に行けるわけです。 だから我々にとってみたらこの宇宙飛行士になる。 っていうのがもう一つの目標、まあ夢みたいな感じが、するんですが、でも実際にはそこからスタートするわけですよね。そうですね。はい、そういう意味では、その一つ夢を叶えた後で、さらにこの上に向かっていく、その夢の持ち方っていうか。そこの、その、まあ、モチベーションと言いますか。はい。そどういうふうに、その、捉えられてるのか、ちょっとお聞きしてみたいなという気がするんですね、はい。やっぱり、あの、今、大西さんと金井さん、一緒に選ばれた宇宙飛行士が、あの、まあ。今年、今飛んでますし、来年、金井さんも宇宙に向く、いくということで、その仲間をやっぱりサポートして。 その3人のミッションが全部成功するというのがまず一つ私の夢ですので今、一生懸命サポートをしていますただ、その後何じゃあと何がしたいかというとやっぱり私自身また新しく新しいミッションに向かって努力をして宇宙に行きたいと思っているので宇宙ステーションに行って新しいことをやるあるいは月や火星や小惑星に行って何かこう実験をやりたいなというふうに思ってますけどね。 えとそれでは最後になりますけども今日会場に来られている皆さん、まあ、特にあの子どもたちに向けてですね是非結衣さんの言葉で直接、えー、メッセージをお願いできますかあ、あのー、私自身小さい頃に、えー、宇宙飛行士になりたいという夢を持ってから叶えるまでっていうのはです、ね、もう30年以上かかってるんです,よ、ね、ですから皆さんも今やりたいっていうことがあるんであればその大きな目標をね持っておいてそれを諦めずに。 すすぐ成果を求めることとはせずにに一生懸命、ね、頑張って欲しいなというふうに思いなう思ますでもその頑張っていく時にやっぱり他の人の支えがないとやっぱりね、えー、ずっと継続するっていうのは難しいですから自分の夢を持ってその夢をお父さんお母さん友達先輩後輩に話してお互いにたあの助け合ってね夢をみんなで叶えてほしいなというふうに思います。はい はいどうもありがとうございました本当に素敵なお話を、えー、皆さん2時間にわたって聞くことができて大変素晴らしかったと思います、えー、長い時間本当にありがとうございましたどうもありがとうございましたしどうもありがとうございましたまたツイッターもよろしくお願いします質問待ってます <laughs> どうもありがとうございました第三部の星空観察トークショーはゆいさんと中村さんのトークショーでしたもう本当に星好きのお二人ということでその気持ちがね伝わってくるトークショーだったんですけれどもねありがとうございましたさあそれでは最後に協賽者を代表いたしまして国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 広報部長庄司義和より皆様にご挨拶を申し上げます本日は日曜日の夜にもかかわらずまたこんな暗くなるまでこのようにたくさんの方々にお集まりいただきました本当にありがとうございます閉会にあたりまして一言ご挨拶申し上げますまずあの本日の ご来場の方ですけれども1800名を超える方々にご来場いただきましたこのような大規模な報告会を屋外で開催するというのは JAXA にとっても初めての経験でしたご来場の皆様方にまず感謝を申し上げますとともに本日主催をしてくださいました愛媛癒しの南予博2016実行委員会の皆様 それから共材の愛媛新聞社の皆様方に対しまして厚くお礼を申し上げます本当にありがとうございます <laughs>、えー、愛媛でこうした会が開催されるということこれはある意味必然でございましてもうすでに何度も言ってますけれどもあの柑橘類ですね 結宇宙飛行士に届けていただき、結宇宙飛行士はもとより各国のロシア、アメリカの宇宙飛行士、みんなが喜びましたあの、もっと早く本当はお礼に来なければいけなかったんですけれども、だいぶ遅くなってしまいましたが、本日、遅ればせながらお礼に参上いたしました、本当にありがとうございます。 そしてまた宇宙開発、JAXA の事業、宇宙開発における愛媛県との関係、これは柑橘類だけにはとどまっておりません、愛媛県の皆様、特に愛媛県の漁業関係者の皆様方には、ロケット打ち上げの都度多大なるご理解、ご協力をいただいておりまます本当に長年にわたりりしてありがとうございます。 我が国の宇宙開発というものは、皆様方の深いご理解、ご協力があってこそのものであります。ここまで宇宙開発が進展できたということに対しまして、皆様方のご協力に対し、厚く御礼申し上げる次第です。あの改めて感謝を申し上げますし、また今後とも引き続きご理解、ご支援を頂戴したいというふうに思っております。 さて本日ですけれども天候が非常に気になったんですけれども最後の最後に晴れましたね、あの今ご覧になれると思うんですが後ろの方私の後ろをご覧いただくと夏の大三角形がご覧いただけます、ちょうど天井あたりに琴座のベガが見えましてちょっと南側、下側に白書座のデネブそして右側にです、ね、アルタイルが見えます。あのご覧になれますでしょうか もうあの直前までえもう真っ黒い雲が来ていたのでちょっと心配したんですけれども最後の最後になって夏の大三角形がきれいに出てくれました、えー、本当皆さんありがとうございます <laughs> あのまたあの今日昼間、こんなに暑くってどうなることかと思ったんですけれどもえ夜になりましてあの心地よい風を受けながらお話をえ聞いていただくことができました。これも皆さんのおかげですすありがとうございます 本日は3つぐらいあったと思いますが、1つはユイ宇宙飛行士の宇宙での活動をまず聞いていただきました、それからもう1つ、愛媛県の換気椎類を運びました宇宙ステーションへの補給機、補給船、コウノトリと言っておりますけれども、このお話を聞いていただきました、また日本の実験施設、希望と言いますけれども、ここで日本の実験施設で何が行われているのかというお話を聞いていただきました。 今日の報告会を通じまして、国際宇宙ステーションでの日本の活動、それから JAXA の友人宇宙活動について、ご関心を持っていただければ、本当に嬉しく思います。愛媛県では引き続き宇宙に関連したイベントがございます。来年の6月ですけれども、宇宙技術および科学の国際シンポジウム、ISTS と言っておりますけれども、これが愛媛県の松山市で開催されます。 ISTS というのは国内最大の宇宙の国際会議でありまして2年に1回全国各地持ち回りでやってるんですけれどもなぜか四国でやるのは今回が初めて。 になりますもう60年ぐらいの歴史があるんですが、今回、四国初めてになります。その愛媛の松山大会、来年6月でございますが、世界の研究者、それから技術者による研究発表が行われるほか、一般の皆様方にもご参加いただけるような、そういうイベントもたくさんございいいますとともお越したただきたいと思います。 特に次の世代を担うお子様方に宇宙とか科学技術への関心を高めていただきまして関心を持っていただくそういうきっかけになればというふうに思っております。 今後とも宇宙飛行士の活動などを通じまして友人宇宙活友人宇宙活動、さらにはジャクの事業にご関心をお寄せいただきまして、またさらにご理解ご支援をいただければなおさわえでございます。本日本当にありがとうございました。本日のご来場に感謝を申し上げまして閉会の挨拶といたします。どうもありがとうございます。どうもありがとうございました。 最後に星が見えて良かったですよねこれからも星空を見上げてまたゆいさんのね、ツイッターもチェックしてぜひコメント質問などしてみてください以上をもちまして愛媛伊癒市の南予泊2016特別イベントゆいきみや宇宙飛行士ミッション報告会すべてのプログラムは終了いたしますお忘れ物がないようにどうぞお気をつけて安全運転でお帰りください本日はどうもありがとうございました